そのジョッキー乗り換わった時に、あのジョッキーの時はそんなに動かなかったのに、この外国人ジョッキー乗ったらなんでこんな動くのってことが時としてあるわけですけど、でそこの辺のやっぱりその馬がどこまで主人の言うことを聞いてどこまで主人のために尽くすかっていうね、そこを思うとね、やっぱり今回ジェラルディーナにクリスチアーノ・デムーロ騎手が乗るっていうのは大きなことだと思ってます。こんにちは、モスマンです。有馬記念の週ですね。ジェラルディーナの回です。はい、馬券的な僕の本命は彼女です。勝ってほしい馬はボルディ、ボルドグフーシュなんですけども、ボルドグフーシュの回でもイクイノックスの回でも申し上げたんですけども、これらの馬を全部ぶっちぎって勝ってしまうんじゃないかと、感じさせてくれてる馬っていうのはジェラルディーナなんですね。なので今回はジェラルディーナのどこにそんな魅力を感じているのかっていうことね、そこが一つと、もう一つね、やっぱり今回はねジョッキーっていうのがとっても大きいと思ってます。なのでクリスチアーノ・デムーロ騎手ですよねっていう、これのお話をまあちょっとしたいなと思ってます。取り立てて目新しいことは言わないんですけれども、ジェラルディーナをね応援されてる方も、馬券を買われる方もね、まあ気休め程度に見ていただければと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。ジェラルディーナ何がいいのか、それはもちろん血統がいいわけですよね。お母さんがジェントルドンナ、もちろんもちろんもちろん、それにモーリスっていうね、まあこの年に生まれた子馬の中でもしかしたら一番血統いいんじゃないかって、それぐらいのスーパー名馬名血であって、そしてまあその血がしっかりと花開いて血統レベルに成績が結びつくっていうね、レアなケースですよね。なかなかこのぐらいの名血でしっかり G1 勝ってくる馬ってそうはいないと僕は思ってますね。まあシーザリオの子が走るとか、でなかなかファビュラスラフィンの子がいまいち走らないとか、なかなか難しいですね。もう今回モーリス産駒がやっぱり時間が経てば経つほどどんどん良くなってきてますもんね。一番最初に能力を開花させたら多分ビクシーナイトですよね。3歳の秋で福永騎手が逃げ馬だった彼を差し馬にしてあの破壊力を出した。ジェラルディーナもやっぱり良くなってきて、彼女のあのオールカマーの時のあの内から抜け出してくる時の足見て、これはすごいなと思った。ただエリザベス女王杯では迷った挙句僕切っちゃったんだねそしたら皆さんあのご存知の通り外からね一気に来てウィンマリニンに、まあ、着差つけての勝利でした。あのレースどうですか、馬場のいい外差しが決まりやすい展開の中で走りやすいコースを走ったから突き抜けたって思ってる方もいらっしゃるのかもしれないけども、逆にマリリンはもうちょっと外で走りやすいコースを走ってれば勝てたんじゃないかって思ってらっしゃる方もいると思うんだけども、まあマリリンに関してはね陣営もそんなコメント出してますもんね。もうちょっと外目の馬場のいいところ走ってたら突き抜けたんじゃないかってコメントが確か出てたと思う。ただし僕はジェラルディーナに関してはもうちょっと馬場の悪いところを走っててもそれでもやっぱり着順変わらなかったって思ってますね。トラックバイアスのいいところを走った、それはやっぱりジョッキーがそこをしっかりと走らせたっていうジョッキーのファイン騎乗だと思ってるんですけど、あの突き抜けたあのその加速あの推進力はやっぱりもう覚醒していると僕は感じていて、一回この秋ちょっと反省があって、ソダシがマイルチャンピオンシップの時に僕は切ったんですけど、ボバ混合で G1 ちゃんと3着に来てね、あやっぱり牝馬限定の G1 勝つ馬って得意の距離で状態しっかり作ってくればちゃんと来るなっていう、そのやっぱ牝馬限定で結果出してきてる馬っていうのをボバ混合でどう捉えるかって難しくないですか。僕は今回はねジェラルディーナはまあ牝馬限定戦ばっかりを選んで走ってきた馬じゃないですしね、いろんなところで、まあ、G3 クラス G2 クラスで勝ちきれないレースしながら使われて揉まれて揉まれてどんどん強くなってきた馬だと思ってますし、秋今体調がすごくいいんじゃないかなって思うわけなんですね。海老名正義調教師のねインタビューコメントをね今でもやっぱ覚えてるんですよね。アパパネ、とにかく牝馬は調子いい時はもう本当にいい期間をこう維持できるけども、一旦落ちると
なかなか戻ってこないよねっていうような、まあそんな内容だった。なんでそのスノーフェアリーが勝ったエリザベス女王杯の時ね、アパパネでもう全然あの彼女は春燃え尽きてて、秋闘争心を戻すことがなかなか難しかった。牝馬は一旦気持ちがちょっと競馬から離れちゃうとなかなか戻すの難しいよねっていう、それをまあデアリングタクトのまあ復活劇にね、こうちょっとなぞらえて、デアリングタクトやっぱ気持ちどうなのかなっていう動画作ったんですけど、逆にジェラルディーナはこの秋ずっといい状態なんじゃないかと思ってるんです。オールカマーからこっち、エリザベス女王杯、そして今回上がり目があるかどうかまではわからないんですけども、エリザベス女王杯のあの足は牝馬限定戦だから勝てたとも思わないし、馬場のいい外出しのところを通ったからだから勝ったとも僕は思ってなくて、あそこを通ったのはもちろんいいんだけど、にしてもやっぱり能力は覚醒してると思ってるんです。なんでジェラルディーナの走り、この有馬記念でも牡馬混合戦でも、中山の2500はむしろプラスなんじゃないかって思ってるんで、なんでねやっぱりジェラルディーナっていう、ちょっとそれがずっと頭にあるんですよね。はい、2つ目、ジョッキー。実はこの動画はここから本題です。やっぱりクリスチアーノ・デムール騎手がまたがるっていうのは大きくて、僕は彼じゃなくて、まあはっきり言いますけど、日本人のジョッキーだったらジェラルディーナちょっと今回そこまで押してないです。それぐらい外国人ジョッキーの手腕は大きいですと僕はもう確信してますし、そんなこと僕が言わなくても皆さんそう感じてらっしゃるはずね。ベラズールしかにね、ウィン・マリリンのダミアン・ネイク騎手、まさかの香港バーズ最高峰一騎ってね、マジかっていうね、もう上騎乗連発ですもんね。やっぱり大きいですよね。で僕はジョッキーじゃないから、元ジョッキーでもないしね、ジョッキーの技術的にここが優れてるよねとかそういったことは一切わからないんだけども、僕は馬の仕事をやった時に馬のイロハは全部アイルランド人で教わったんですよ。僕のボスはアイリッシュだったの、ジョン・コネーリーっていう、かなり有名な人。オーストラリアでジョン・コネーリーって言ったら、あのいろんな意味で有名、瞬間湯沸かし器っていうことでも有名だし、剛腕でなんとかかんとかあの手この手で馬打っちまうっていう、そういうのでも有名なアイルランド人のボスなんだけど、アイリッシュから馬を教わったっていうのは僕の一つのまあ強みで、アイリッシュってまあアイリッシュというかこの場合ヨーロッパ人って言ったらいいかもしれないですけど、やっぱりね馬との主従関係の結び方がね圧倒的にうまいなって感じるんです。馬は人間の忠実なしもべでなくてはいけません。お友達では馬は走りません。お友達を背中に乗せません、野生の動物は。なんで必ず自分の、まあ、コントロールに入れる、アンダーマイコントロールにしないと馬は人間を背中に乗せて自由の意のままに走ってはくれないので、主従関係を結ぶわけですよね。それは多分ドッグブリーダーなんかもそうだと思うんですよね。多分ペットショップっていうか、その、まあ、動物という動物、人間がその、まあ、家畜やるにしろそのペットやるにしろ、そこの関係性をきっちりつけないと、あのやたらに吠えるとかやたらに噛むとかね、多分そうだと思うんだけども、ヨーロッパ人はねこの主従関係の結び方が徹底してるなっていうのが僕の感想ですね。特に僕はアイリッシュに囲まれて、結構アイリッシュ多かったの、あのやっぱボスがアイリッシュだったからクールモアの馬がたくさん来るんですよ。でクールモアが自分のところのスタッフだとちょっとこの馬なんとかならんからお前がやれっつってそのジョンに投げてくるんですよね。この馬お前なんとかしろと、で売れたらしっかりと例えば売り上げの半分お前にやるからとか言っても投げてくるんですよ、ジョン剛腕だから。だから僕はオーストラリアでやったらにクールモアの馬をやったんです。でその当時ディラン・トーマスの子とか、デューク・オブ・マーマレードの子とかね、やったらクールモアのやって、でアイリッシュのジョンからまあ時として罵詈雑言を浴びせられながら馬を勉強したんですけど、このやっぱ主従関係がしっかり結べてるとやっぱ馬動くんですよね。人間の言うことをちゃんと聞くんですよね。馬ってなんで走ってるかって言ったら人間が走りなさいって指示出すから走ってるわけですよね。ジョッキー乗り換わった時にあのジョッキーの時はそんなに動かなかったのに、この外国人ジョッキー乗ったらなんでこんな動くのってことが時としてあるわけですけど、そこは僕は主従関係の強さじゃないかなと個人的に思ってます。馬がまあちょっと端的に言うと
あの人の言うことは聞かなくてもいいけど、こいつの言うことは聞かなきゃやべえなって野生の動物が感じるわけなんですよね。それぐらいの貫禄なんかを、例えばデッドウ力士とかライアン・ムーア騎士なんかね、身にまとってると思ってますね。だからニコ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 してるんだけども、もう殺気っていうか馬が感じちゃうんですよね。あ、この人やべえ人来たなっていう、この人の言うこと聞かないとちょっと命取られるかもぐらいの主従関係の中で、絶対この人の言うこと聞かなきゃって、あ、そしてもうこの人のためだったらもう私はどこまででも走れるって馬がそう思うと、結局ちょっとやそっとバテても彼らがステッキで持って頑張りなさい頑張りなさいって指示出すと頑張っちゃう。だから 100% 以上の力が出ちゃうのはご主人様が背中で頑張れって言うから頑張る、 100% の能力以上のものを出すのはご主人が言うからなんですよ。でそこの辺のやっぱりその馬がどこまで主人の言うことを聞いてどこまで主人のために尽くすかっていうね、そこを思うとね、やっぱり今回ジェラルディーナにクリスチアーノ・デムール騎士が乗るっていうのは大きなことだと思ってます。なんでね、クリスチアーノ・デムール騎士がジェラルディーナに乗ってくれるっていうのは、ほとんど彼女をピックアップする理由のね 70% もう今回これだな。今その前半の部分で彼女の成長力申し上げましたし、モーリス・サンク、やっぱりよくできた子は年齢重ねて折り合いがつくようになってくるとピクシーナイトじゃないけどもドキューンっていうね、ああいう足が出るっていう、それも心強いんですけども、オールカマー もう素晴らしかった、エリザベス女王杯も素晴らしかったんだけども、今回はこの中山の2500ってこの舞台、この舞台でクリスチアーノ・デムール騎士でいけるっていうのはもうワクワクしかない。僕にとってどうですか、やっぱりクリスチアーノ・デムール騎士なんだぜっていうのはありません？そして僕は 2-2 でもいいけど 2-5 の中山ってやっぱお母さんの走りがねちょっとよぎるっていうか、お母さんにやっぱちょっと似てる走りっていうか、その客室っていうかなんていうか、モーリスっていうよりはジェラルディーナ、やっぱジェントルドンナを感じさせませんか。なんでね、彼女の、やっぱもうこう何もかもが今回はね楽しみすぎて、はい、なのでボルディを外からオーバーテイクしていく馬は、まあ、僕ベラアズールじゃないかっていうね、声もあったんですけども、ベラアズールも それだけの馬だと思うし、まあ勝っちゃうかもしれないんだけども、僕はジェラルディーナにすごくワクワクしてると。でボルディの場合逆に、まあはっきり言いますけど、やっぱ吉田隼人騎手の方が僕はちょっとワクワクが強かったかな、はっきり言ってです。でイクイノックスはこの前の動画で言ったんですけど、まあ君鉄調教師のインタビュー動画見てなんかなと思いつつも、でもやっぱりルメール騎手の手綱なんだよなとか思うとね、この有馬記念ってなんていうか、そのちょっとこうね見る角度を変えるっていうか、どこに注目するかによってその馬のいいところがすごく見えるし、こうやって荒探そうと思えば今の僕みたいになんぼでも荒探せるから、いやーこれは楽しみな有馬記念になりましたね。ということで、ジェラルディーナを本命にしたいなと思ってます。まだ枠出てないですけど、さすがに大外枠とかだったらちょっとだけど、9番から内枠ぐらい引いてくれたらかなです。はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。有馬記念の日は、日本時間の夜9時から生配信をやります。よかったら遊びに来てください。そして、チャンネル登録1万人達成どうもありがとうございます。本当に、ありがとうございます。正直自分でびっくりしてます。以上でございます。